柴崎幸さん、牧陽子さん、寺島忍さん、染谷翔太さん、井浦新さん、そして実り川修監督です。以上の皆様で完成披露試写会始めてまいります。どうぞよろしくお願いします。それではまずはこの方からいきたいと思います。柴崎幸さんです。皆さんこんばんは、すーちゃん役をやらせていただきました柴崎幸です。3月2日の公開に先立ちまして、今日皆さんにこの映画が見てもらえることがとても嬉しいです。舞ちゃんを演じました牧陽子です。今日は足を運んでくださってありがとうございました。本当に温かくて癒される、なんかすごく素敵な作品になっているので、皆さんどうぞ楽しんでください。沢子さんの役をやらせていただきました寺島しのぶです。こんなに大勢の方がこの劇場に足を運んでくださいまして、とても嬉しいです。一つ伺おうと思います。今回のこの映画でこれ初めての経験だったなっていうものがあればぜひ聞きたいんですが。監督がすごく穏やかな、本当は分かんないですよ、現場ですごく穏やかでちょっと天然なところもあったので、本当に癒しの空間でしたね。で、撮影現場って大体おいそこじゃないだろうとかっていう声が飛び交うのが普通かなとか思ってたんだけど、そういうのも一切なくてみんな穏やかでしたね。平和な現場でした。あの監督にあるシーンで牧さんどうしましょうかって全部委ねられたことがあってそれは初体験でした。でもそれも含めてすごく穏やかな現場でしたけど、はい、3人ともこうなんだろう、あんまり女性的じゃなく仕事ができるのでみんなサバサバしててすごくやりやすい現場だったので、初共演だったんですけど私はとても快適でした。2人もそうでしたか。すごい快適でした。快適でした、はい、それが映像から伝わってきます。さて今回ここでですね、あることをやろうと思います。このカード、映画のテーマのそれぞれ言葉が入ってます。それを皆さん引いてもらって答えてもらう。寺島さん、せーの、はい、ドン。ご覧ください。いきなりの結婚。そうですね、まあ、映画ではそれぞれのねこう立場で結婚を考えるというところのシーンが出てきておりますのでご自身が結婚というものに対して思うことについて。あ、そんな漠然とした感じでいいんですか。あ、フレキシブルの方がいいと思います。あのなんか何歳までにしなきゃいけないとかそういうルールはないと思うし、そういうルールも作りたくないです。あとはイメージとしては私は中間地点な気がして、なんかスタートっていう感じでもないしゴールでももちろんないし、何かその過程の中に置かれているポイントで、あとはもちろん責任っていうものもついてくる重要なポイントではあると思うんですけど、やっぱりあのパートナーができて2人の信頼関係が培えてそれが形となってそして続いていくっていう中間地点のような気がします。仕事やっぱり好きなんで、この仕事が、だから好きだから続けてるっていうだけで、でそれが大前提にないとやっぱり長く続けていけないんで、まあいろいろ悩んだりももちろん、あるんですけど、でもなんかこう、まあ、ちっちゃい頃から女優になりたかったんですけど、その頃こうお芝居やってて面白い気持ちいいって感じたその気持ちをずっとなくさずにやっていけたらなと思いながら仕事をしてます。すごい困るんですけどね。すごいですよね、それ。一応ですね、貯金についても書かれてるんですけど、おすすめの貯金術がありましたら教えてください。私あったら結構今の楽しみに使っちゃう方なので、あまり貯めようと思ったことないんですけど、実際子供ができてから、あ、ちょっとこの子のために貯めてみようかなっていう気持ちにはなりましたね。
見ていただくと分かると思うんですけど、原作と同じように本当に日常の機微というか、本当にありふれた日々の話なんですね。誰かが死んだり大きな事件が起こったりしない、そういう映画だったがゆえに、本当に柴崎さん、真木さん、寺島さんたちのテクニックじゃないこう人間としての日々を、皆さんが個人個人でどういうふうにこう日々の一つ一つのことを丁寧に扱ったり大事にしているのかっていうのがちょっとこう垣間見えると思うんですよ。ですからそこはぜひ楽しんでいただきたいし、スーちゃん演じる柴崎さんのまばたき一つもいろんなことをきっと感じてもらえると思うんで、どうか皆さん応援をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。